敵国が石油プラントを襲撃した。作業員は全員脱出したと思われたが、実は研究員がパーティー中で襲撃に気づかず、複数人が取り残されているとの情報が。国は陽キャ研究員の減少を恐れて特殊救難ヘリを派遣、事態の収拾に当たるのだった。はい、ということでやっていきましょう。現在ですね、向こうのちょうどマップで確認すると、今ここにいるんですが、こちら側のオイルプラントに、科学者などが5名ほど取り残されているということなので、救出に行きます。ただ拠点が制圧された状態なので、もちろん対空戦車やヘリコプターなどがいるということは確実なので、かなりヤバい戦いになるんじゃないかなと思っています。そろそろオイルプラントが見えてきた。ここで石油を掘削してるわけですが、周り何もいないかな。まだ読み込み範囲外かもしれない。夜近いんでランプがつくと思うんですよ、近づくと。なのでまだかな。かなり雪が吹雪いてきてるから注意だね。雪が綺麗だ。お、光ってる光ってる。あの緑色のところに着陸はできるんだけど、多分対空戦車がいるっぽいな、これは。で、一応これで OK で、ゆっくり行くが、あっちにもなんかいるな。船か、船じゃない、島か。で、ちょっと待って、ちょっとあんまりくるくる回ってる。よし、解除してオートクルーズを解除で、あそこに一隻船いるな。船排除したいとはいいかもしれない。一応向かおう。で、向こうも対空戦車がいたらやばいな。一応機関砲がついてるんで、弾無制限モードです。向こうも無制限ってことですね。まあ言うなよ。よし、撃て。おお、待った、やばい、後ろから撃たれた。向こうから撃ってきてたな今ね。いやー、どうしよう。どこにいる、どこにいるかちょっと確認させてほしい。取るな。これ左側かな。左側の黒いものが戦車かもしれない。ゆっくり近づいて、ゆっくりはやめといた方がいい。でもこっちも捉えたいよな。ちょっとロケットランチャーに切り替えて、ちょっとずつ近づいていく。音がした？音がしたっぽいな。あ、音がしてる。お、なんか2箇所から撃たれてない？気のせいか。危ない危ない危ないって。ああ、ちょっと待った。逃げろ逃げろ逃げろ、これはやばい。あのね、ヘリコプター基本重い装備を積めるけど、攻撃受けると一発だ。あ、おいおいダメだ。メイデーメイデー、墜落する。ああ、本当にやばい、一発だな。ヘリコプターのやっぱり不利な点は耐えきれないってことなんだよね。だからどうしよう。船が2隻いるな。まず戦車の位置がどこにいるか、まずどうやってそこに乗せたのかも聞きたい。よし、ここまでのところで近づいてきて、普通に
撃ってこないってことは、こっちの面はいないのかな。こっちの面向いてないのかもしれない。いや、こっちの面向いてないってことは、ゆっくり近づいていけば大丈夫かな。どこだ。そこ緑が着陸ポイントね。着陸ポイントには見えてない。よし、進め。私ならできる。よし、大丈夫だ。どこにいる、確認しろ。いないな。そこだ。ここにいる。ってことは、ちょっと待てよ。ゆっくり、まあ、気づくとか気づかないとかないから、普通に後ろ側から行くか。で、確認して。ローターがね、他のとこぶつかってもダメだから、一応一人称縛り。よし。はぁ、くそ。あんまり汚い言葉を使うべきではないが。いけるか？ぶつかった？後ろのローターにぶつかってるか？撃ってきた。なんか大丈夫そうだ。こちら側には届いてないが、ちょっと待て。これは、着陸ポイントに来たら確実に撃たれるな。あっやばいぞ。やばいぞ。どうする。どうする。ああ、そっち行くな。そっち行っちゃダメだ。ああ、弾が、弾が。一旦離脱。よし。よし。撃つか？撃ってみよう。外した。そっちじゃない。もうちょっと右行きたい。もうちょっと。もうちょっと下げて。もうちょっと。よーし、行った。行った。これで安全に着陸可能だ。よし。いいぞ。私だ。私は優秀なパイロットだ。着陸しろ。着陸しろ。この真下が、この真下が着陸ポイント。視点がね、視点が難しいな。で、あんまり不活にいると、よし、あ、危ない危ない。ちょっとね、危なくて怖くてね、マイクから離れてしまう。よし、着陸しろ。あ、危ない。これ、なんでこんな設計にしたの。よし。よし。着陸しろ。お、やばい。やばい。離脱だ。離脱だ。ね。そのね、プレハブ小屋との距離感がわかんない。これで降りるか。何のための一人称縛りなんだ。よし、こっちから降りよう。こっちからゆっくりだ。で、一気に。よし、行った。行ったぞ。で、降りて確認する。大丈夫かな。よし、探せ探せ。探すんだ。どこだ。どこだ。お、いた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 。よし、みんななんちゅう格好してんだ。ついてこい、ついてこい。君もついてこい。いいか、洗脳されてるのか。よし、思ったよりたくさんいるんだけど。よし、さあついてこい。大丈夫か。皆さん、最後のヘリコプターが飛び立ちます。気をつけてください。全員乗れるかな。乗れなかった場合はもう一度来るとは思いますが。よし、 OK、 みんな乗り込んで。よし、 OK だ。
全員乗りましたか？はい、ドア挟まれてる。大丈夫かな。このまま行くしかないな。これはちょっと急ぎだ。よし、ドア閉めます。よし、乗り込むよ。最後の船だ。ヘリコプターが離陸します。離陸。よし、行った。大丈夫かな。そこ挟まれてるのが一人いますけど、大丈夫そうです。そこも開いてんのか。よし、うっそだ、マジだ、マジか、マジか。メイデイ、メイデイ。あー、全員、全員脱出しろ。あ、ダメだ、生きて返すんだ。あー、いない。いや、あのあたりいそうだよね。あれ戦車の形じゃない？いないか。いないっぽいな。今回の読み込みは運がいいかも。ランダムなんだよね、読み込まれた時に戦車が配置されるかって。一応目標めがけて撃つか。右にも船いるしな。近づく。目標なし。そこがさっきと同じ場所にリスポーンしてるな。ってことはこっから撃つか。当たってんじゃない？もうちょっと上。もうちょっとだ。近づけ。よし、今だ。ダメージ与えられてんじゃないかな。こっちは角度外か。撃ててる。当たってる？当たってないかもしんない。もうちょっと近づこう。多分ここは射程から離れてる、外れてるはずだから。よし、行った。よし、一気に降りろ。よし、いった。よし、着陸。いるかな。いたいたいた。あ、さっきより人数が少ない。呼び込みの関係だ。よし、これだったら全員座らせられるな。よし、ついてこい。救出のための最後のヘリコプターですから、必ず乗ってくださいね。必ずご搭乗ください。4名様ご案内です。お一人ずつお席にご案内いたします。まず1名様はコパイロットシートに。ドア閉めますのでご注意ください。よし、大丈夫かな。よほどもドア閉めで離脱したいところだが、大丈夫だよね。生成されてないよね。生成されてた。悪夢だ。またヘリコプターがね、ヘリコプターというか戦車がね。よし、では離脱します。一応確認して戻るべき場所はこちら側、陸地に向かいます。離陸。目的地の灯台が見えてきました。夕焼けが綺麗ですね。
構頑張ったと思いますよ。これはね、なかなかうまくやりきったとは思うんですが、いかがでしょうかね。着陸まで頑張りましょう。なんか着陸するポイントあんのかな、これ。そこの灯台ぐらいしかないな。よし、着陸しました。はい、ということで今回は、邦人救出ミッションということで安全地帯までね、運んできました。まあ皆さんもパーティー中には周囲に気をつけてね、楽しんでくださいね。ということでラバーダックでした。皆さんまたお会いしましょう。バイバイ。